俺は今、掃除ロッカーの中に閉じ込められている。両手両足もテープでスマキ状態。もう一切の身動きができない。会長、生徒の要望でこんなものが。なるほど、検討しておきましょう。会長、次の議題なのですが。会長！はいはい、皆さん落ち着いてください。私は一人しかいませんからね。彼女の名前は箱詰束ね。我が校の生徒会長をしている3年生。見ての通り清楚でとても真面目。生徒だけではなく先生たちからも信頼が厚くて、すでに大学の推薦も決まっていらっしゃる。つまり超優等生。それではお先に失礼します。はい、皆さん気をつけて帰ってくださいね。さて、ギギギギギギギ、怖っ。人間って首を180度回転させることができるんだ。首痛。首痛いんだ。それで、考えは変わりましたか？この私と別れたいだなんて、一体どういう了見なんです？尾行。俺を閉じ込めたのは清楚で真面目が売りな生徒会長ご本人である。清楚で真面目と言ったな。それは嘘だ。私はこんなにも君のことを愛しているのに。え、俺も愛してる。キャッ。そんなに私と別れたいんですか？殺す。ごわ。俺、カセカケルは箱詰め束ねと付き合っている。敬意はこう。男よけのために私と付き合っていただけませんか？断るが、束ねからこんな提案をされたのが2年の中頃のことである。あら、即答ですか？どうしてです？めんどくさいから。でも男よけのためとはいえ、美少女と交際できるんですよ。男として箔がつきますよ。そんな箔はいらない。じゃあ美少女と付き合いたくないと？付き合うって言っても偽だろ。でもつなげない、触れ合えない彼女なんて画面の向こうのアイドルと何が違う？俺、この子の彼氏なんだぜ。ははって優越感に浸れるじゃないですか。だから偽だろ。浸れるわけないだろ。俺はこの時点で清楚で真面目とか嘘じゃんと気づいた。八方美人って疲れるんですよね。みんなにいい顔しているせいで、勘違いした男の子たちが毎日のように告白してくるんですよ。私にも都合があるというのに、どうして私の都合を考慮しない人に私がなびくと思ってるんでしょうか？じゃあ俺の都合も考慮してもらってよろしいか？あ、それは嫌です。おうほう、なかなかいい性格をしていると俺は思った。君の都合というのは何ですか？勉強で忙しいんだよ。勉強ですか？どうしてです？ありふれた話だ。汗水働いて育ててくれた親を楽させてやりたいから。そうですか。それはありふれたいい話ですね。だから難関大学を目指している。うん、それなら私が勉強見てあげますけど。え？私、学年首席ですよ。そういえばそうだった。どうですか？よろしくお願いします。契約成立ですね。そうして俺たちは付き合うことになり、なんやかんや1年が経ってお互い3年生になった。本格的に受験勉強で忙しくなってきたし、もう1年だ。いい加減に束ねとの関係を終わらせようと思った俺は、そろそろ別れるか。別れを切り出した。で、こうなった。たけるくん、復縁するっていうまで返しませんからね。怖っ。あった、このままでは喋れませんね。今テープを外してあげますからね。なあ、
目のハイライトはどうやって消してるんだ？え？開口一番にそこ聞きます？もう気になって夜しか眠れない。健康的じゃないですか。ちなみに俺の考えは変わらない。別れてくれメンス。仕方がありません。暴力か、暴力でもするのか。できれば顔はやめてくれ。なぜです？親が見たら心配するだろう。殴られるのはまんじて受け入れるんですね。なぜ呆れている？今この場で一番頭のおかしなことをしているのは束ねだからな。さあ、そんな頭のおかしな私をツッコミ役にさせないでください。ボケているつもりはないんですが、それは私は暴力があまり好きではないので、こちらで攻めようと思います。なんだそれは、どっかで見たことがあるような。君の創作ノートです。中学2年生の頃に書いた。え、なんでそんなものを持ってるんだ？極秘ルートから入手しました。怖っ。どんなルートだったらそんなものを入手できるんだ？あのノートには俺の黒歴史とも呼べるような恥ずべき内容の数々が記されている。ポエムに始まり、小説、イラストという名の落書きなどなど、正直人に見られたら地面を転げ回りたくなるような内容ばかりだ。これを全校生徒にコピーして配ります。俺を殺す気か？はい、殺します。私のものにならないのなら雪辱にまみれて社会的に生きていけないようにしてあげます。鬼か。そして全てが嫌になって生きることに絶望した君を私が介護してあげるんです。自分を貶めた相手にお世話されるってなったら、君はどんな表情を見せてくれるんでしょうか？多分邪魔だなって思ってるんじゃない？見てみたい、好きな人の曇った顔。やばと俺は思った。まあとはいえ君にも少し考える時間が必要でしょう。3日待ちます。何？3日経っても考えが変わらないのなら、私にも考えがありますのでよろしくお願いしますね。という感じで脅しを受けているんだが、どうすればいいのだろうか。いや別れよ、そんな危ない彼女さんとはさ。帰宅後早速妹にこのことを相談したら、そう言われた。ですよね。俺だって脅しに屈するつもりはない。えが、黒歴史をばらされたら俺は生きていけない。大丈夫だよお兄ちゃん、人は多かれ少なかれ黒歴史を持って生きてるんだから。そうなんだ、そうなんだと俺は思った。私もまああるし。お前まだ中学生だもんな、たくさん黒歴史を作るんだぞ。そんなたくさん思い出を作るんだぞみたいなノリで言うことじゃないよ。感は旧大。こうなったら私に任せてお兄ちゃん。任せてとは？私がその彼女さんにゴツンと言ってあげる。協力してくれるってことか？いいのか？家族なんだから困ってたら助けるのは当たり前。いい妹である。その代わりさ、今度お母さんにお小遣いアップのお願いするとき、それとなく味方してくれない、ね、本当にいい妹であるなどと俺は思った。翌日放課後に束ねを連れて喫茶店で妹と合流。早速束ねの説得を試みたのだが、嫌ですけど別れませんけど。即答である。お兄ちゃんの彼女めっちゃ美人じゃん。顔はね。顔が良ければ全て良しじゃない？という具合に束ねを見て妹の繊維がそがれたのが原因だ。お小遣い。あ、そうだ、私頑張れ。元気な妹だな、お小遣いだけに。というかどうしてお兄ちゃんと別れたくないんです？偽の恋人関係なんですよね。それは好きになったからですよ。え、この兄をです？味方から刺された。とても痛い。
もちろん最初はその辺の石ころ素敵な人だなと思っていましたよ。本音漏れてる。でも彼と一緒にいるうちに私は彼に惹かれていきました。男よけのため、受験のため、利害が一致しているだけの関係なのに、彼は私のために戦ってくれたんです。戦う？前に束ねをストーカーしている輩がいてな、そいつと殴り合いの喧嘩をした。大丈夫だったの？まあ一応、あいつ改心してるといいんだが。タケル君は優しくて常に冷静沈着で、何事にも動じなくて、恐れ知らずで私のために戦ってくれる素敵な男の子。好きになるのは当然では？まあそれは分かりましたけど、 お兄ちゃんは別れたいって言ってるわけですし。嫌です。私は彼と別れたくありません。私は彼のそばで彼の全てを知りたい、理解したいのです。彼はどんな時に笑顔を見せてくれるのか、怒った顔はどんな顔、喜んだ時は、辛い時、苦しい時はどんな声で泣くの、絶望した時はどんな顔を見せてくれるのでしょう。兄ちゃん、ここで来て。私は知りたいのです、彼のすべてを。そのためなら私は何だってしましょう。苦しませるためなら食事を抜きましょう。悲しませたいなら大切にしているものを壊しましょう。絶望させるためなら希望をことごとく砕いてあげましょう。私はただ好きな人の曇った顔が見たいだけなのです。知りたいって、タバネは俺のことをどこまで知っているつもりなんだ。すでに99割は知っていると思いますが。え、まさか俺がんーとかにゃにゃとか、あとなんか好きなことも知ってると？うわぁ、お兄ちゃん！もっと、あ、そういう趣味も、あ、そうですか。あ、まあ趣味は人それぞれですし。はい。あの怖い彼女さんがドン引きしてる。逆にすごいのか、あの人すらドン引きさせるお兄ちゃんの方がやばいのか。今なら別れてくれるかもしれない。それは無理です。ダメだった。逆にこんなヤバい趣味持ってる人よく好きなままでいられるの。私は好きな人が他人に言うのもはばかられるような趣味を持っていても全て受け入れます。え、やだ、ちょっと嬉しいぞ。まあ、くっつけま。そりゃ無理だ。なんで、なんか一気に気が抜けちゃった。ある意味お兄ちゃんのおかげで怖くなかったし。ニコニコ。やっぱり怖い。かわいいですね。一応言っておくが、妹に手を出したら俺はお前にデコピンをする。お兄ちゃんにとってあたしって何？なるほど、そういう顔もしてくれるんですね。そもそもカケル君はどうしてそこまで私と別れたいのですか？ヤンデレさんどころだよね。それは違う。別にそこはいい。なんで？愛されてる証拠じゃないか。鈍いのか器が大きいのか。単純に受験勉強でクソ忙しいからだ。それなら私に勉強を見てもらっている方がいいのでは？メリットではあるが、お前と付き合っているとデメリットの方が多い。うん。まず他の男たちからやっかまれて鬱陶しい。たまに直接的に絡んでくるやつもいるから。ああ、この人モテそうだもんね。あとメッセージ、お前送りすぎ。はて、好きな人と毎分毎秒つながっていたいという乙女心なのですが。返信が少しでも遅れると一生最速のメッセージを送ってくるじゃん。受験勉強の邪魔だよ。じゃあ受験がなかったら？いいよ。いいの？お兄ちゃんちょっとおかしいよ。普通束縛されるところが嫌だから別れたいとかじゃないの？
束縛されるって愛されてるってことじゃないか。器が大きい。それにヤンデレなんてのは束ねのたくさんある側面の一つ。束ねはそれだけじゃないことを俺は知っている。それは？猫をかぶっているとはいえ普段は真面目で清楚だ。本人は面倒だなんだと言っているが、なんだかんだで周囲のバランスを考えて立ち回っているし、誰かが無用に傷つけられないようにしているところとか優しいなって思う。何より一途なところなんて素敵じゃないか。俺のことだけを見てくれるんだから。うちの兄すごいな。ともかく私は別れる気はありませんから、あと2日考えを改めてくださいね。じゃないと私は自分の手を血で汚すことになりますから。ひー、やっぱり怖い。それから何度も説得を試みたが全て失敗。そしてついに約束の期日がやってきて。ぐるぐる、俺は体育館倉庫で拘束されている。だが俺を拘束したのは束ねじゃない。僕の箱詰めさん、僕の箱詰めさんをお前が。ああ、だから嫌だったんだ。こうなるからさっさと別れたかったのだ。そう、俺をすまきにしたのはこいつだ。以前に殴り合いの喧嘩をしたストーカー男である。確か一つ下の後輩だったか。こういう目に遭わされるからあいつの彼氏役なんてやりたくなかったんだ。お前、僕の箱詰めさんと別れる。侍とひどい目に遭わせるからな。懲りないやつだ。前にも同じことを言いながら襲いかかってきた。今回は前回の反省を生かして俺の身動きを封じたという感じか。なかなか知恵が回る。別れるって約束しろ。言われなくてもそのつもりなのだが、少し、いやかなり尺に触る。絶対に別れないんごので俺はそう言った。いや全然別れるけど、こいつにはそれを言いたくないというか、なんかムカつくぜ。あんだと痛い目に遭わないと分からないのか。悪いが俺にその手の脅しは通用しない。そういうのはうちの彼女で慣れてるんだ。お前は二番煎じなんだよ。何を言って。大体俺が別れたからってお前が選ばれると思ってるのが浅はかだ。ごめん。俺は何があっても別れないぞ。誰に何と言われようとな。ああ、なるほど。大して束ねのことを知らない奴が、僕のなんて言うからムカついたのか。案外俺も独占欲が強いのかもしれないな。ごめん。へい。おげる。束ねだ。お前、なんでここに。約束の期日は今日だというのに君が全然現れないから学校中を探し回って、最後に目撃されたのが体育倉庫の近くだと聞いて辺りを探していたんですよ。見つかってよかった。そうか。え？私と絶対別れないって言いましたよね。あ、やべえ、こいつまさか聞いて。箱詰めさん、ちょっとうるさいです。あーはー、かわいそうに。ナムさん。何があっても別れないなんて嬉しいです。私も何があっても離れませんからね。やっちゃった。まあいいか、悪いやつではないもんな。多分、おそらく絶対に。そんなこんなで結局別れられませんでした。おまけ。かけるくんのことなんですけど。まあ、ブイケソンね。なんで伏せたのに開示してるんです。一つくらいならいいかなって。よくないと思いますけど。血を流している姿ってとても美しいと考えていてな。やばいそうですね。お前の好きな子を曇らせたいってのもやばいと思うけど。じゃあ、ヤバヤバカップルですね。だね。もうやだこのカップル。ちなみに妹はネトラレフェチ。
なんで言った。一人だけ常識人みたいに振る舞ってるから、お前もちゃんと俺の妹だということをアピールしておかないと。ネットラレフェッチ、脳が破壊されてしまっているんですね。一番が頭がおかしいフェチだ。二人に比べたらまだ健全な部類だよ。そう言ってる時点で頭おかしいんだよな。だって言いたくないもん。悲しい顔とかしないんだよ。心が悲しいだろ。そうですね。